ちらはスフィア放送大学です。さて、今月の近代史への招待は政治と経済の交差点と題してお送りしています。第3回のテーマはゼネラルリソースの誕生とその台頭にスポットを当て、国家レベルでの政治と司法が権力構造の頂点だった時代がいかにして終焉を迎え、現在のような多国籍企業による企業権力の時代に突入したのかを探っていくことにしましょう。しかし、ここで忘れてはならないのは、歴史を古代にまで遡ってみると、常に直接的な形ではないにしろ、経済による何らかの権力構造はあったということです。宗教、司法、政治の陰に隠れてはいても、我々人間が貨幣という流通方式を使用した時点で、時代の権力は経済状態の優劣に左右されていたと言えるでしょう。特に顕著なのは、共産主義の衰退と資本主義の時代。それはまさに理想的な思想が経済によって駆逐された歴史的な瞬間ではないでしょうか。しかも今、時代はその経済でさえ脅かす科学技術の登場によってまた新たな火種を世界に広げているのです。今水面下では両者の間で現場を無視した権力構想が続いているようだ。誰の目から見ても現状での停戦など愚か者のあがきに過ぎない。そんなことにも気づかないデスクワーク組らしい努力じゃないか。しかしそのような行為は時代が変革を求めている今、我々にとって全時代的な足かせに過ぎん。そう思わないか。我が部署は独自のルートでそんな奴らの息の根を止める情報を手に入れた。少し強引な痛みを伴う作業となるだろうが、誰かがやらねばならない。それが翼を持つ者の責任だ。我々の使命を果たすために行こう。後の命令に従い飛び立ってほしい。もう格納庫はチェックしたか。俺たちの部署に新しい2タイプの戦闘機が届いているそうだ。まあこれまでの戦闘機でも十分だったが、これからの戦いに備えて新装備の機体を試しておくべきだな。いやいや、技術部の連中も本腰入れてきたようだな。奴らのデータ採集でも手伝ってやるとするか。Hello everyone, welcome back. Now that first thing we saw with the guy talking about the rise of General Resource and Newcom, that's probably the most important thing we've seen yet, because it talks about the state of the world. Which is why I think even Osea and Yuktabania and all the other countries in the world have just fallen apart. We've got an assassination to carry out this time. We're on the other side of Scylla and Charybdis. We're going to be taking the F-32C Urn out. Now we're going to be going up against Yupio, Eric, Fiona, and Reyna out there, but they're all piloting our 101Us. So in our planes, we should have no trouble with this at all.Another reason Keith is great is that he does not like this at all, while Dijon says there's no choice in the matter. Whatever the case, we have no choice but to shoot down Fiona and, by proxy, kill Clarkson.
While there may be no nations fighting wars in this world anymore, this is still a war, and war claims its victims. This is where we learn the guy giving our briefing at General Resource is so cool, he's wearing shades all the time. Yeah, General Resources. Well, holy shit, that was close. Came in way too fast there, but don't worry, I've got this. Anyway, I'll see you in it for the next update. ニューコムは有益な人材を失って混乱している模様だ。 気分はどうだ? 鈍重な大型機の撃墜は確かに後味は悪いだろう。 しかし我々は必要な時に血を見るのをためらってはいけない。 この刺激は 必ず世界中の駄民を貪る連中にも現実の叫びとして届くだろう。まだまだ我々の叫びは続く。この世界を変えるまでだ。君には私を信じてほしい。それだけだ。おい、気がついているか。最近の命令内容、どうやらディジョンが関わってるらしいって話なんだ。 なんか雲行きが怪しいと思わないか。俺も少し奴の近辺を調べてみるが、お前も気がついたことがあったら俺に教えてくれ。頼んだ。それじゃ、またな。